こんにちは、エリコです。私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではちょっと面白い、もう未来のコマンダーでタトーライティングを作る感じを見せます。あのプロフォトを使います。プロフォトの今4頭入れて、そしてまあいつも言ってるけど、プロフォトのコマンダーは使いにくすぎて、あのどうやってすっごいもう最高の多分ベストコマンダーにしたかをちょっと見せようかなと思います。ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。もし私のチャンネルを初めて見ている人だったら、ゆるこです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話アップしているので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。ちょうど今触ったけど、私の新しいカメラバッグです。それの URL も下の概要欄に入ってます。で、プロフォトのコマンダをどうやって今この状況から、この状況というよりは最初はこの状況ね、この状況からはすっごい使いやすい感じ。このままだと結構機能はいろいろ制限されてるし、あの結構使いにくいけど、どうやってすっごい使いやすく、もうハマってしまうぐらい使いやすくなるかをちょっと見せます。で、いくつか必要なものがあります。で、まずは iPhone です。プロフォトのコマンダーは使いにくいけど、アプリは最高です。アプリはもうすごすぎます。すっごい便利です。だからこれは中古で買った、まあいろいろ探してたら、なんか8000円か9000円ぐらいで見つけた iPhone7 です。もう普通に壁紙もプロフォトのコマンダーにしてます。もうこれ、このためにしか使わないと思います、この古い iPhone7 です。もし、まあ、持ってるプロフォトユーザーがいれば、あのちょっといいかもしれません。もう一つはこのゴムのケースです。このゴムのケースは結構便利です。まあ雨にもちょっと保護できるし、結構便利だなと思います。それの URL も下の概要欄に入れます。こんな感じでゴムのケースに入れます。で、もし、まあ今例えば、ストロボをつけると、まあ、とりあえず2つだけつけます。まあ何が一番私の中で不満かというと、これだよね。あのプロフォトのコマンダーでストロボのパワーが何本になってるか見えないです。見えないです。グループ A、 グループ B 見えないです。強くするとこれぐらい強くなったよだけは見えるけど、その後数字が消えて実際にどうなってるかは全く見えないです。それが結構、まあ、見たいので、だいたいどのくらいまだ上いけるか、どれくらいまだ下いけるか、どんな割合になってるか、あのバックライトと前のストロボとかを見たいので、これが見えないのがもう一番最初非常にびっくりしたこと、そんなことあるのと思ったぐらいの感じです。あのゴドクスも日清もカクタスも今まで使ったコマンダーは、まあ、昔の、超古い8、9年前のコマンダー以外は全部見えてるので、もう当たり前なものかなと思ってました。でもこれ見えないです。一方通行です。こっちからこっちは行けるけど、こっちから情報は来ないです。そういう感じ。もしかしたら距離稼ぐためになってるんかなと思ったけど、その距離を稼ぐためのなんか優しさは結局、まあ、不便になるわけです。で今からこれをすごい使いやすくなります。で、これグループ A、 グループ B、 ただアプリがすごいです。プロフォトのアプリがつけると実際に今多分勝手にも出ます。一番最初はちょっと時間かかるかもしれないけど、すぐつながりました。両方つながりました。グループ A、 グループ B、 これを触るとすっごい使い、もう早すぎて、これがこっちの方ね、すっごいいい感じです。もう今 LED ライトをつけました。LED ライトをつけるともう全部ここでコントロールできます。このアプリは本当にすごいです。すごいけど、ここに欲しいです。ここに欲しいわけ。誰が iPhone 持ってストロボをコントロールするねって感じなので、iPhone を、ケースに入れてます。そして iPhone に今磁石を入れてます。磁石と鉄のプレートを入れてます。
鉄のプレートだけでもくっつくけど、あの強くはないので、それでもう一つ1ミリの薄い磁石も入れました。それでこれです。これが何かというと、まあなんか文房具屋さんとかなんかいろいろ調べたらまあ見つかるかもしれないけど、私の前からなんかどっかで買ったかわかんないけども、留学生の時にあの冷蔵庫につけてた絵みたいなやつです。なのでこれがあの外れます。そして中に絵を入れて、そしてこれであの磁石でくっつきます。これ鉄ねと、そしてこっちに4つの磁石がついています。これは今までもうなんか留学生の時代からあの普通に冷蔵庫になんかこういうの何個かついてたので、そして最近ちょっとそれを見たら、やべえこれめっちゃ使えるんじゃねえと思って、こんな感じです。そしてこの鉄のプレートをこの中に入れました。そして下の磁石のついてるところをこんな感じでコマンダーにくっつけます。ただテープで貼ってもいいんだけど、先日使ったテープが残念ながらあんまり強くなかったので、そのまままた剥がれちゃったので、まあ仕方ないので、ボンドね、ボンドはちょっと強くなかった。なのであのこんな感じのコンパクトな小さいテープでもう一回今から貼ります。こんな感じね、テープで、なんてアナログな作業でも、これをやったら本当に使いやすくなります。ただ一つだけの不便なところがあって、電池変えるときには一回外さないといけない。まあそこは多分なんとか工夫すると思うけど、こんな感じで綺麗にくっつけて、そして何回か巻いたら、何回か巻いて、まあ何回巻いてもいいけど、本当にここからもう動かなくなります。これは、はい、最高。そしてこのまま破れて、破って OK。 もう今この鉄のプレートは、鉄のプレートじゃない、あの磁石のついてるプレートはコマンダーの上にくっついてます。そして今どうやってつけるかというと、ここも穴を開けようと思ってる、実は。開けなくてもちゃんと、ボタンのところを押せばそのままつくのはつくけど、そして iPhone をつけるときにこうボタンももう出ないでしょ、ボタンも出てないのでどうやってコントロールするねんってなるけど、もう必要ないです。 iPhone を一回くっつけてしまえば、とりあえずカメラにつけるか、カメラにこのまま一回つけて、こんな感じになります。そして一回 iPhone の上にくっつけてしまえば、ここから外れることはもうないです。結構磁石強いのですごいいい感じです。そしてボタンはどうやって押すかというと、押す必要はもうないです。だってもうここについてるので、これでもう全部コントロールできます。左が 8.4、右が7、1まで弱くします。じゃあ10まで強くします。すっごいレスポンスがいい、レスポンスがいいしめっちゃ速いです。で、一つ気をつけないといけないところが、もしあのストロボのつけたい順番があれば、それを、一番最初についたストロボがアプリの一番上に出るので、それをちょっと気をつけないといけない。もしバラバラになったら、もう一回全部つけしてまたつけないといけない感じになります。なので今これは一番最後のストロボ、これをつけると、一番最後の方に出ます。今これもグループ B にはなってるけど、まあ、ここに出ました。グループ A、グループ B で、これをここでコントロールできます。グループ C にします。これをグループ C にすると、まあ、こっちもグループ C になってます。グループ A、グループ B、グループ C、 最高。これでこれで名前を変えることができるけど、なんでかアプリがあんまりスマート、賢くない
時があるので、何回も彼の、ま、あの B10 プラスの名前を変えてたのは変えてたけど、あの残念ながらまたなんか B10 に戻ってしまうのはなんでだろうなと思いました。だから、まあ、変えてももしかしたら多分、意味ないかもしれない。で、これが C1 プラス、つまりもう一個のストロボで、それを押すともう最後の方に、あ、それの名前はちゃんと出てます。グループ C じゃなくてこれをグループ D にします。グループ D で、こんな感じになります。グループ A、 グループ B、 グループ C、 グループ D。 そしてこれで撮影すると超楽です。普通に撮影して、例えばグループ A のパワーを変えたいけどどのくらいにしたいかとか、ちょっと強くしたいのかちょっと弱くしたいのか、ちゃんと数字全部もう見えてます。普通にちょっと調整してそのまま撮影します。グループ B ちょっと調整してそのまま撮影します。バックライトのグループ C を、フル発光からちょっと2段下げて、4分の1にしたい、そのまま撮影します。 iPhone もう一回言うけど、ここから落ちることはないです。結構強い磁石でくっついてます。でも強すぎないです。強すぎると外すときにホットシューに負担がかかるので、それほど強くはないです。もう十分ここにくっつくぐらいの、感じになってます。こんな感じで、まあ、もし例えばなんかすごい振り回したりするときに、もしパワーを一回決めたらそのまま外してポケットに入れてもいいかもしれません。でももう一回ちょっといろいろ微調整しながら撮影するときにくっつけて撮影するとすごく便利です。もちろんもう一回言うけど、このすごい綺麗な画面をもう iPhone じゃなくてコマンダの上に欲しいです。プロフォトさんすぐにコマンダを出すときにお願いめっちゃ嬉しいです。こんな感じで、これ本当にもう未来な感じのコマンダーになります。こういうすごいインターフェースのいいコマンダーができたらすごい楽です。もうこれで本当に今なんか楽しいです。逆にパワーを変えるときにちゃんと全部数字が見えるのですごく楽しいです。そしてもう一回言うけど、あの今ストロボの LED ライトついたでしょ。グループ B の LED ライト、はい、ついた。グループ C の LED ライト、はい、それもついた。グループ D の LED ライト、はい、こっちもついた。こんな感じで全部コントロールできます。 LED ライトだけ消して、もう一回、はい、消して、グループ A の LED ライトも消します。プロフォトのコマンダーはこれだけでもう最高になりました。はい、完璧。そしてまあこの同じ磁石とプレートは見つかるかどうかは、まあ、分からない。もしかしたら見つからないかもしれないけど、まあ、絶対何かあるかなと思います。で、他のコマンダーもこんな感じに入れてます。こっちにも実は穴開けようと思って、まあ、開けても開けなくてもいいけど、あのせめてボタン、あれ磁石がこの2つくっつくと結構強い、開けなくてもいいんだけど、まあ、開けた方がせめて画面が電池がどうなってるかはまあ、見えるので、こういう感じでくっつけて、そしてこれで同じ iPhone、 例えばカメラ2台とか3台とか使うときに、まあ、コントロールできたらいいなと思います。 OK、多分他のこれについて動画とか、多分まあこれからももし撮影の時の動画アップするときに、もしプロフォト使ってたらきっと私のコマンダーにこんな感じで iPhone がくっついてる動画がこれからたくさん出ると思います。もし1頭だけだったら、まあ、もしかしたらちょっとコマンダーだけでも我慢するかもしれないけど、本当にパワーいっぱい変えたりとか、なんかすごいクリエイティブなライティングをいろいろ調整したりするときとか、効率よく早く設定を変えたいときとかは絶対、これからはこんな感じで、コマンダーを使いたいと思います。OK、 この動画は、まあ、みんなのユーザーじゃなくて、これ多分もうプロフォトユーザーだけに、まあ、役に立つかもしれない、役に立たないかもしれない、
の動画だけなんで、まあ面白いと思ったらぜひ下のボタンを押してくれたら、あれ B10 じゃなくて A1 だけも同じ感じでコントロールできます。ぜひ下のボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しい。あと A1 の方ね、A1 でちょっと羨ましいなと思ったところがカクタスでコントロールできます。あのカクタスのラジオスレーブで A1 のパワー、見れたかな、確かあの友達がなんかそれやっててちゃんとパワー見れたと思います。カクタスで A1 をちゃんとコントロールできるので、それは結構便利です。 B10 もできるかなと思って USB-C があるので USB-C でカクタスのラジオスレーブをつなげたら、でも結局多分ファームアップのための端子だけなんで、あの結局まあこういう感じでこれからコントロールします。まあ、iPhone7 も、私がラッキーで8000、9000円ぐらいで見つけたけど、まあ多分ちょっと探さないといけないかな。普段だったら多分1万2000とか、まあ、2万近くとかになるかもしれない iPhone 本体。SIM はこれロックされてる、なんか楽天モバイルかなんか分かんないけど、でも別にどうでもいいです。一番小さい容量の iPhone7 です。こんな、もうこれでしか使わないので、まあ、これでいいかなと思います。 OK、 またこれからもいろんな撮影に関係する動画とかいろいろアップするので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンも押してくれたらめっちゃ嬉しいです。なんかまあこのセットアップについてなんか質問とかがあれば、またぜひコメント入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてこれでもう一回言うけど、絶対落ちないからね、プロフォトのコマンダー最高。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、ゆるこでした。では私のカバンもあります。カバンの新しいカメラリュックの URL も下の概要欄に入っています。では。